鎮害巨端薬、鎮害巨端薬、鎮が、異巨端薬,薬、アンティチューシブドラッグ、またはコフメディシンは、咳を沈め、痰を喉から確出しやすくする目的で処方される医薬品である。中枢性と抹消性のものが知られている。中枢性には、麻薬性のものと非麻薬性のものがある。中枢性麻薬性鎮害薬である。 リン酸コデインと中枢性肥麻薬性鎮害薬である。デキストロメトルファンが大的な鎮害薬である。単独で服用するものと、総合感房薬などに配合される場合とがある。内服薬のほか、トローチやドロップの在形で販売されるものもある。主に中枢性鎮害薬に関して述べる。抹消性鎮害薬は、巨端薬の不死で述べる。外装に関しては原因診断を行い。 疾患特異的な治療が最も優先される。日本呼吸器学会の外装に関するガイドライン第2版の中では、中枢性外装薬は外装の特異的治療になり得ないため、合併症を伴い患者の QOL を著しく低下させる外装の場合に限って使用するのが原則であると記載されている。コデインリン酸塩が代表薬である。 オピオイドミュージュ用タイアゴニストであり、塩髄のコタバ核にある脊柱数に作用して、鎮害効果が得られる。コデインリン酸使用を1日 60mg ほど投与することが多い。鎮痛、鎮性作用では、リン酸コデイン1日 120mg で、塩酸モルヒネ1日 20mg と同等の効果と考えられている。塩酸モルヒネに比べて、鎮痛、鎮静作用は弱く。 便秘、悪心、嘔吐といった副作用は少なく依存性も少ないという特徴がある。コデインリン酸使を処方するには麻薬使用者免許が必要であるが、コインリン酸1%は麻薬使用者免許がなくとも処方ができる。コデインリン酸1%は量が多くなることと非常に苦いことが特徴である。ジヒドルコデインやオキシメテバノールと異なり多くの臨床研究が存在する。 副作用としては、イレウスや、気管支全速発作に注意が必要である。リン酸コデインの薬に倍の強い鎮外作用がある。配合薬の成分として重要である。例えば、セキコでは、ジヒドロコデインと、エフェドリンと塩化アンボニウムの配合薬である。フスコでは、ジヒドロコデインとメチルエフェドリン及び、マレイン酸クロルフェニラミンの配合薬である。 リン酸コデインの5から14倍の強い賃外作用がある。メジコンが代表的な薬物である。デキストロメトルファンはオピオイドに類似する構造があるが麻薬としての鎮静、鎮痛作用を持たないことから麻薬に指定されていない。デキストロメトルファンは無駄受容体拮抗薬である。言葉核の吸収性興奮シナプスにおいて無駄受容体を阻害することが強い賃外作用を 示すと考えられている。デキストロメトルファンを1日 45mg 投与、されることが多いが 90mg 投与でより強い、賃害効果が期待できるという意見もある。アストミンが代表的な薬物である。効果はデキストロメトルファンと同等と考えられている。アスベリンが代表的な薬物である。他の中枢性非麻薬性賃害薬と同様に、 塩水の脊柱数を抑制する以外に、気管支線の分泌を更新し、気道粘膜専門上皮運動を更新することで、巨炭作用をもたらす。レスプレンである、他の中枢性非麻薬性鎮外薬と同様に、塩水の脊柱数を抑制する以外に、巨炭作用もある。特レスが、代表的な薬物である、他の中枢性非麻薬性鎮外薬と同様に、 塩水の脊中数を抑制する以外に、コ,ーコリン作用や局所麻酔作用なども持ち合わせている。緑内障で近畿であるが、外装反射抑制作用は強い。フスタゾーレである。東京大学の高木らが、抗ヒスタミン薬のジフェンヒドラミン、デスタミンに強い鎮外作用があることを見出し、その同族化合物からクロペラスチンを見出した。 フラベリックとして上司されている。コルドリンとして上司されている。エフェドリン、メチルエフェドリン、メトキシフェナミンが賃外薬として知られている。エフェドリンは魔王の主成分として1885年に長い長いしによって発見された。アドレナリン作動性の機関視覚調作用と中枢性、賃外作用を示す。メチルエフェドリンは市販の風邪薬にしばしば含まれている。 アヘンアルカロイドでコデインと同様の鎮外作用があると言われている。巨炭薬、エクスペクターンとは、核炭の排出を促進させる薬物であり、外装反射による症状を緩和する目的で用いられる。作用基準からは、核炭の分泌物の量を調節する薬物として、軌道分泌促進薬、軌道粘膜潤滑薬、分泌細胞正常化薬が知られる。 また、分泌物の性質を調節する薬物として、気道粘膜修復薬や気道粘液溶解薬が知られている。抹消性鎮外薬の一つである。気道分泌促進薬としては、ブロムヘキシン、ビソレボンが代表薬として知られている。酸性糖タンパクの繊維網を溶解して、低分子化する作用がある。また、専門運動を更新させる作用がある。 タンが取れた気がしないキレの悪いタンに対して効果的である。吸入液にはパラベンが含まれるため吸入薬はアスピリン全息の患者では禁忌である。吸入液はサルブタモール、ベネトリンと併用でベネトリン吸入液0.5%を0.3から0.5ミリリットルとビソルボン吸入液0.2%を2ミリリットルと生理食塩水5から8ミリリットルを混合して ネブライザーで吸入することが多い。内服薬では、ビソルボンを1日1 2ラム投与する。気道粘膜潤活薬としては、アンブロキソール、ムコソルバンが代表薬として知られている。肺の酸白炭との分泌を促すことで肺炭を促進する。ムコソルバンエルという除胞剤があり、夕食後や就寝前に服用することで、 早朝の配炭をスムーズにする効果が期待できる。軌道粘膜潤活薬も炭が取れた気がしないキレの悪い核炭に対して効果的であ。ムコソルバンは1日 45mg 投与する。カルボシステン、ムコダインとフドステン、スペリア、またはクリアナールは分泌細胞正常化薬かつ軌道粘液修復薬である。分泌細胞正常化薬は 肺細胞の過形性を抑制し、粘液が過剰酸出されるを抑える。軌道粘液修復薬は、シアル酸とフコースの構成比を正常化することで、巨炭作用を示す。ムコダインは1日 1500mg、スペリアは1日 1200mg 使用する。サラサラで量が多い炭の排炭に有効である。フドステインは、消化器症状など、副作用が7.7%で見られるが、 気管支配法洗浄液中の炎症細胞数を減少させることも知られている。気道粘液溶解薬は化学結合を分解して核炭粘土を低下させる薬物である。無個タンパクのジスルフィド結合を分解するもの、タンパク質を分解するもの、多糖類を分解するものの3種類が存在する。ジスルフィド結合を分解するのがシステイン系巨端薬であり、アセチルシステイン。 ムコフィリン、エチルシステイン、チスタニン、メチルシステイン、ペクタイト、ゼオチンが知られている。タンパク質を分解するものが、プロナーゼ、エンピナースピーであり、多糖類を分解するのが、リゾチーム、ノイチーム、レフトオゼなどである。プロナーゼとリゾチームは、再評価の結果、巨大効果が認められなかった。アセチルシステイン、ムコフィリン、エチルシステイン、チスタニン、メチルシステイン、 ペクタイとゼオチンが無個タンパクのジスルフィド結合を分解するシステイン系巨端薬に分類される。カルボシステイン、無個ダインはシステイン系巨端薬に分類されない。システイン系巨端薬は硬い炭をサラサラにして排痰を促す効果がある。アセチルシステイン、無個フィリンが最もよく使われるがこれは吸入薬である。吸入液はサルブタモール、ベネトリンと 併用で、ベネトリン吸入液0.3から0.5ミリリットルとムコフィリン吸入液0 2を、1P と生理食塩水5から8ミリリットルを混合して、ネブライザーで吸入することが多い。アセチルシステイン、ムコフィリンは、溶臭がすること、ビソレボンと混ぜると白濁すること、抗菌薬との混合で不活化するといった注意点がある。エチルシステイン、 シスタニン、メチルシステイン、ペクタイト、ゼオチンは、内服薬でどちらも1日 300mg 投与する。チロキサポール、アレベールが、格単の多い閉塞性肺疾患の増悪に対して、用いられることがある。吸入薬であり、吸入液は、サルブタモール、ベネトリンと、併用で、ベネトリン吸入液0.5%を0.3から 0.5ml と、 アレベール吸入溶液を2から3トルと生理食塩水5から8トルを混合してネブライザーで吸入する。植物成分で作用基準は不明だが、セネガ、オオバコエキスマツ、フスタギン、カニは、オーヒエキス、プロチン、サリパラ、強人エキス、強人が用いられることがある。巨端薬の使い分けに関しては、国立病院機構近期、 中央胸部疾患センター内科の倉林有志の見解では症状に合わせて下記のように使い分けるとしている。また同士は重要な巨炭薬として慢性的にキレが悪い格痰にムコソルバン、量の多い格痰にムコダイン、急性期のキレが悪い格痰にムコフィリンを挙げている。悪性疾患の終末期の島へ全名では、巨炭薬ではなくスコポラミン、 ハイスコやブチルスコパラミン、ブスコパンが用いられる。咳の症状緩和のために、漢方薬を用いることがある。アサキョウアマイシユ、マキョウカンセキ等、ツムラ55番が咳の症状緩和でよく用いられる。魔王剤であるため強心症の場合は使用できない。動機を訴えることもある。数日様子を見ても改善が不十分な場合は、アサキョウアマイシユに詳細固有、詳細固等。 つむら9番を、朝今日は毎週に併用する。詳細小湯は、間質性肺炎の副作用でよく知られている。からせきや、完性外装に対しては、麦門冬湯バクモん等つむら29番を用いることがある。こちらも数日要素を見ても改善が不十分な場合は、麦門冬湯に詳細小湯、詳細小湯つむら9番を併用する。からせきや、完性外装に、 シゲルインコーヒー油を使用することもある。気管自然則の症状緩和には、朝京甘いし油、魔京間石等、つむら55番も有効であるが、細木油、細木ウ、つむら96番も有効である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。